はい、明日はこれ、来週はこれを買いのコーナーです。25日月曜日、海外はドイツの5月 iPhone 景況感指数が17時発表、そしてアメリカ休場となりますので、ちょっと月曜動き鈍いかもしれないですね。決算発表、まず主要どころ、注目どころ、味の素、清水建設、名鉄、王子ホールディングス、王子あたりはいいかもしれないですよね、やっぱりね。THK、ロボット。日本特殊陶業、森村グループですね。で、ベネッセ、日本製鋼所、アームかな、これね。あと、日本郵船、日立化学、トリドール、H2O リテイリング、モスフード、南都銀行、日立造船、三省ベイクライトかな、ちょっと忘れた。タカラレーベン、フランスベッド、JK ホールディングス、リニカル、日本ケミコン、GTS、リソル、東洋加熱。これ何ですかね？指差し？わかんないや。知らないや。ライドンエクスプレス。ユビコム。伊藤忌。スペース V。スペースバリューでしたっけ？なんかよく、全然よくわかんない銘柄ばっかりなんですよ。八千代工業。電子材料。イノベーション。ということでありました。後ほど詳しく見ていきます。注目どころね。注目どころとか推奨。見ていきます。26日、4月の企業サービス価格指数8時50分。アメリカ3月の、住宅価格指数ですね。ケース一覧の方も出てまいります。22時。そして5月の消費者信頼回数が23時。そして4月の新築住宅販売も同じく23時発表。国内決算発表は、鈴木、出光、いすゞ、西武。出光あたりは、だからまあ、数字悪いよっていうところを確認して、で、その後上がるってことだと思うんですよね。西武、日本空港ビルディング、東芝テック、コニカミノータ、リケンビタミン、サーカーターインクス、極東開発、コモリ、アルコニックス、トピー、前沢急、何でしたっけね、忘れたな。 前沢急なんでしたっけ、これ。前沢急走工業、西島製作所、萩原電機か、こっちは。新日田、カタクラコープ、大光電子通信かな、これ。で、プラネットあります。27日、海外ベージュブック発表になります。そして、ヒューレットパッカード HP の決算発表があります。国内の決算発表は、リクルート、三菱マテリアル、ダイセル、KYB、津波、かやば工業か、KYB。で、ワタミ、三新電機、VT ホールディングス、SRA ホールディングス、話題の、後楽園、大崎電機、日本樹脂工業でしたっけね。違った、すみません。鈴電、ビア、カラメ工業、ミマキエンジニアリング、ミマキになったんでしたっけ。 水道機、ポート。28日、アメリカ1、3月期の GDP 改定値、そして4月の耐久財受注が21時半、そして住宅販売指数が23時発表になります。決算発表、アメリカの方はコストコ、セールスフォース .com、ダラツリー、ダラゼネアル、ギャップということですね。国内の決算発表、大塚、東レ、日立建設、日立建機、で、広瀬電機、マルイグループ、広瀬電機でしたっけ、エアウォーター、ニコン、住友重機械工業、三谷商事、メニコン、DMG 森精機、フジクラ、新電源工業か、両洋エレクトロ、アイダ、保土ヶ谷化学、よろず、PS 三菱、東和、日輪、H1 ですね。で、29日、4月の失業率、有効求人倍率が8時半発表、そして鉱工業生産が8時50分、で、5月の住宅着工統計が14時ですね。で、アメリカ4月の個人所得、個人消費支出が21時半、決算発表は、日立、オリンパス、ヤマハツ、リクシル、住友林業、富士電機、洋館ホールディングス、戸田建設、グローリー、三井金属工業、武蔵精密、クオール、大日製、ベルパーク、ジョイフル、PSS、プレシジョンシステムか、日本トムソン、東邦鉛、東邦亜鉛ね、MRK ホールディングス、ミッキーホールディングス、星医療、
インディアインターナショナル、日本石油、コナカ、ズー、インク、夢展望と、かなですね。出てまいります。月曜、火曜ぐらいまでちょっと注目どころというか推奨を見ておきましょうね。いけそうなところ。まあ、OG はちょっと行きたいなと思うんですけど、OG13 時発表なんで、まあまあ、最後決算発表後動いてもいいかなと思います。OG11 円安549円で終わってますが、そのまあ、買いやすい値段だと思うので、その前に入っていただいてもいいし、まあ、ちょっと怖ければ決算発表後動く、買いに行くっていうことでいいかなと。まあ、そうですね。味の素14時。味の素か。味の素まあ、でも悪くないと思うんですけどね。いけそうな気がする。味の素。月曜もう一段下がったらいいなっていう感じですね。まあ、でも、なんか月曜しっかりな。いやどうなんかな。ちょっと中国の情勢がわかんないから難しいな。そんな感じです。味の素。イノベーションあたりはちょっと面白いかなと思っているんですが、まあ高いな、でもな。こんな戻るかっていうくらい戻るな。まあ、予想値を情報修正して着地して、で、まあこんなもんかっていう評価で、落ち着いちゃったんですね、きっとね。ここ。まあ、なので、まあ、今期の見通しが出る。で、まあ、予想控え時な気がするな、イノベーションは。そう、っていうところから、もう一段、買ってあげましょうよっていう、ところだと思うんですね。あ、控え時の数字出ましたね。じゃあ、分かったんで、買いに行きましょう。もしくは数字出たら出たらいいんですけどね。っていう、ちょっと感じかなと思ってます。そんなになんか設備投資に積極的にお金を使うみたいな状況じゃないと思うんで、イノベーションは、ワンチャン行きたいなと。 THK って高いんでしたっけ。THK ちょっとありかなと思ってます。この辺設備投資関連、ロボット関連、 THKなあ、ユビコム、これまあ今朝日遅いですけどね、17時発表。あ、ぐる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 してますのでお待ちください。ユビコもなんか特殊な動きしてるんだよ。ユビコもちょっといけるかなという気がしてます。ちょっとあの月曜の株価次第でいけるようならいきましょう。あと、キャップ、キャピタルアセットプランニング。安いんでですね、ちょっと反発狙い、業績予想の修正、あの半期、上期の業績発表 で予想値ここで大体出るん で内容を見て、あ、こんなもんなのねっていう、その中身定性的な情報とかも確認して、あ、そんなもんぐらいだったら買いに行こうぜっていうところを期待したいっていう感じですね。キャピタルアセットプランニング、まあこの辺の事業がどんどんそのマネーフォワードとかに取られてんだろうなっていうちょっと気もしたりとか、まあでも金融向け、機関向けとかね、保険会社向けとかのシステム強いところですね。あとは、あ、大逃亡とかありますよ。どうしましょう。そんな感じかな。あ、モスある。モス。ちょっと、これも決算発表の時間、パッと見わかんないですけど。モスはワンチャンですね。はい。まあ、マックとか、ケンタッキーがいいんだったら、モスは良くても悪くないかなっていう。ただ、ちょっと出来上がるの遅いから、なんかね、コロナだからあんまりお店の中にもいたくないみたいな気持ちがあって、
もっと早く作れよみたいな、そういう感じがあるから、ひょっとしたら Mac とかに比べるとちょっと弱いかもしれないですね。業績予想もってここで出てるんで、今期の予想がどんな感じか。まあこれも控えめな気するな。まあモスちょっとあんまり無理せずいきましょうか。そしたら。まあユビコムキャップあたりがいいかな。あと THK とかその辺が中心。あと今イノベーション。イノベーションはもう超小型なので、跳ねたら面白い。こんな感じですね。一応火曜日ざっと、またね、月曜の明日はこれを変えてお伝えしますが、火曜日の銘柄、出光とかどうなってるんですかね。出光はちょっとありかな。まあ、本当、決算チャレンジってだけですけど、面白いかなと思います。出光。まあ、いいと。そうね、あんまりねえな。 どうしよう。火曜日難しい。火曜日難しいですね。あんまり銘柄がそもそもなくなってきましたね。アルコニックス。うわー、6連投してんのか。そんなに上がってないんだったらアルコニックス行きたかったな。6連投ちょっとこれ、月曜下がってたら買いましょう。ちょっと7連投しちゃうと、ちょっとなっていう、怖いですよね。まあ無理せず。アルコニックス。童話あたりもありますけど。童話。まあこれも数字悪いと思うんですけど、まあ数字悪いの確認してしまえばっていう感じの銘柄ですね。と思います。火曜日。こんなもんかな。ちょっと難しい。桜子も、ああ、もうやめ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 ましょう。 薄すぎた。そんな感じですかね。とりあえずは。ちょっとまたいろいろ見てお伝えしますが、大同。高え。大同高かった。まあそんな感じですね。はい、火曜の推奨。まあということで、以上、来週の推奨銘柄でした。では、月曜日の個別材料を見ておきましょう。まずは、明治。業績発表ありました。前期の営業利益1027億800万円ということで、4.4%増益でした。今期は1100億円の予想だそうです。7.1%増益。明治、しっかりしてるんですね、やっぱりね。長谷園。20年3月期の着地、営業利益34億2200万円ということで、前期比45.2%増益で着地してます。PTS はつかずですね、長谷。神戸物産、月次の売上高出てます。4月の売上高前年同月比34.8%増、依然堅調。強い。続いて、ZOA、なんだか知らないです。自己株主結果発表してます。84万2500株ですね。発行済み株式数の36.69%。まあ、大胆にやりましたね。ちょっとこういう政策頑張っていかないと、もうこんなチャートになっちゃいますんでね。頑張ってもらいたい。アルベルト、業績予想の修正です。20年12月期、業績予想発表したのか、これ。12月期の営業利益の総合2億9000万円としております。前期比53%増。これ跳ねるのかな。ね。ああ、強いですね、やっぱりね。アルベルトは良さそう。朝方買いに行こうかな。ソーシャルワイヤー、株主優待制度導入を発表しております。3月末、100株以上株主に、クオカード2000円贈呈だそうです。790円の株で100株で2000円、結構いいんじゃないですか。ね。チエル、めちゃめちゃ良かったですね。前期の営業利益2億4100万円で211.3%増益です。で、今期の予想も、営業利益3億円ということで24%増益。やっぱりチエル良かったな。さすがに今日6パートが上がっちゃって買う勇気がなかったですけど。
日興、自社株が発表してます。箱積み株式の 2.06%、80万株を上限とした自社株買いです。そしてアドバン、自社株買い発表、発行済み株式数の 2.1%、90万株を条件とした自社株買い発表してます。ということで、以上、来週月曜の個別材料でした。では、マーケット行きましょう。もう、ね、ニューヨークも終わってますね。ニューヨークでは今日が小幅安ですよね、結局ね。だいぶ引けにかけて戻しました。8ドル96セント安、24,465ドル16セント、 0.04% 下落。ナスダック SP500 はプラスでした。ナスダックが0.43%の上昇、SP500 0.24% の上昇となっております。ドル円は107円60銭台、107円半ばをうろちょろうろちょろしております。 ダウが下げたのは何でしょうね。まあでも全体的にダウの構成銘柄弱めかな。シェブロンとかが下げたかな。ボーイング、シェブロン、まあちょっとオールドパッションの銘柄、キャタピラとかね、そういう銘柄がちょっと弱かったかなっていう印象ですね。アリババ 5.87% マイナス。うん、しょうがないです。はい、ということで、まあ、意外と底堅いんだなっていうのを確認できたので、まあ一応朝方は日経平均プラス日本株しっかりした展開だと思うんですが、やっぱり中国の動向を見ながらっていう形になると思います。もうこれしょうがないですけどね。もう時間的な問題もあるし、どうしてもアジア株のね影響を受けやすい、時間帯に日本もやってますね。アジアですから、ね、しょうがないんですけど、ということになりますので、まあ、ちょっと中国関連とかは素直に買いにくいなっていうことで、まあ、小型の銘柄とかね、内需銘柄が引き続きいいのかなと思います。だからまたマザーズとかね、その辺の銘柄を拾いに行くといいのかなという気がしてますんで、まあ、個人投資家にとってはやりやすい、状況が続くかなと思います。こんな感じかな。どっちかっていうと、だからそう、来週も小型を中心に見ていきたいなというふうに思ってます。ちょっとマザーズ先物とかをトライしに行くかもしれないですね、そういう意味では。はい、と思っております。はい、ということで、土日もどっか時間のあるタイミングで配信とかしようかなと思いますんで、時間なかったらすみません。まあ、もしお時間あればお越しください。あと、そうですね。うん。まあ、平日も引き続きやっておりますんで、場中。まあ、多分、しばらくそんな忙しくないと思うので、残念ながら。はい。やっていきますので。ぜひお越しいただければなと思います。結構だから場中の決算発表とかね、場中の動きに合わせていろいろやっていけるので、その辺はいいかなと思うのでね。はい、でもしよろしければ、この動画も高評価とはチャンネル登録してない方はぜひしていただけると嬉しいです。はい、ということで、以上、静かですけど来週はこれを買えのコーナーでした。